この時期だからこそしっかりと食べて夏の疲れを吹き飛ばしましょう。こちらスタミナグルメの宝庫、お店をご紹介します。まず訪れたのは松江市にある豪月。昭和42年創業の老舗食堂です。まあ、ちょっと暑い中とんかつも食べてもらいたいので、大根おろしがたっぷりと乗ってるおろしとんかつがいいかなと思います。ビタミンもたくさん入ってますし、はい、しっかりこの夏暑いからこそ食べてもらいたいですね。この店自慢のスタミナグルメはおろしとんかつ。驚くべきはその大きさです。結構お肉厚みがありますね。はい、それは先代の思いなので、それはちゃんと受け継いでいくつもりなので、まあ、ちょっと厚みはあまり薄くならないようには心がけていますね。使う豚肉の量は 150g とボリュームたっぷり。そして揚げたてのとんかつに添えるのは大量の大根おろし。がっつりなのにさっぱりいただけます。おろしとんかつ、このボリュームですよ。食欲が出てきたので、ご飯は大盛りでいただきます。ご飯の量も自由に選べます。プラス150円で大盛りにして早速いただきます。うん、いいですね。揚げ物がさっぱりといただけます。ふわふわっとした大根おろしにカツがサクッと進みますね。私夏バテ気味かなって思ってたんですけど、全然そんなことなかったです。がっつりでさっぱり、スタミナ満点のメニューはおろしとんかつだけではありません。こちらスタミナ焼きになります。お、結構ボリュームありますけど、これおいくらなんですか？あ、こちら200円になります。豚のロース肉と玉ねぎのスライスをたっぷりのおろし生姜で炒めたスタミナ焼き、プラス200円で定食に追加できるという、お財布にも胃袋にも嬉しい一品です。生姜が効いてて、このお肉のボリューミーなこと、味付けがこうお醤油と生姜、お肉も進むしご飯も進むし、食欲フル回転です。この暑い時期でも、ちょっとうちは暑苦しいメニューばっかりですけど、ぜひともうちに来てもらって夏バテ解消してもらいたいなと思います。